末期古墳。末期古墳とは、7世紀から10世紀にかけて、東北地方北部と北海道同央の石狩邸地帯に作られた円形を基本とし、土盛があまり高くなく、集合を伴う墳墓である。北海道式古墳という別名があり、また、蝦夷系墳墓という名称も提案されており、蝦夷と呼ばれた人々によって作られたものと推定されている。 終末期古墳とは概念を意味する。1931年、北海道札幌郡江別町、現、江別市で、江別古墳群が発見され、1934年、江別古墳群と千歳郡江庭村、現、江庭市にある、茂る古墳群、柏木東遺跡の発掘結果からこと盛りかずにより、北海式古墳という名称が提案された。これは、古墳時代に、 本州各地で造営された古墳とは異なる、墳丘を持った墳墓という意味で名付けられた。しかしそれらの墳墓が、古墳に当たるものかどうかは、意見が分かれ、古墳ではなく墳丘墓とした研究者もおり、また、古墳の一種とする研究者の中からも1960年代に、末期古墳という名称が提案された。その後、青森県や岩手県などで、北海道式古墳に類似した墳墓が、 次々と発見され、北海道式古墳に代わって、末期古墳という名称が広く用いられるようになった。しかし、現在でも、まだ末期古墳が古墳であるかどうかについては、確定しておらず、エゾ系墳墓という名称も提案されている。末期古墳は、東北地方の青森県、岩手県、秋田県と宮城県北部、そして北海道道央の石狩り地帯に分布している。 その他、山形県の庄内平野には、未調査の省園墳群があり、末期古墳の可能性がある。築造年代は7世紀初頭から10世紀にかけてと、される。7世紀前半、北上川中、上流域とま淵川流域で始まった、末期古墳の造営は、8世紀から9世紀にかけて、東北地方北部と北海道の石狩り地帯へと、分範囲が広がった。 発掘時に確認された、とわだこの915年、縁起15年大噴火で噴出した火山灰と白桃山の10世紀前半と推定されている大噴火による火山灰によって、場所によっては10世紀前半まで末期古墳の造影が続いていたことが明らかになっている。末期古墳は多くの墳母が密集して作られる。 群集墳のような形で作られ、青森県の赤坊古墳群のように、多い場合では100基を超える末期古墳で構成されることもある。同じ地域で、長い期間、末期古墳が作られ続けた例もあり、青森県の丹後平古墳群では7世紀後半から9世紀後半までの約200年間、赤坊古墳群では7世紀前半から9世紀末まで300年、近くにわたって、 末期古墳が作られ続けた。末期古墳の造営が始まる前、東北地方北部から北海道にかけて、俗上門文,文化に伴う墳墓が作られていた。墳形は楕円型で、周孔のような墳墓と周囲を隔てる区画はなく、墳球もはっきりとは確認できない程度のもので、母校の規模から遺体を折り曲げて葬る屈層であったと、される。ある程度の規模の墳丘と周孔を伴い、 遺体を曲げることなく、葬った末期古墳との違い明らかである。また、北海道では、石狩邸地帯で末期古墳が作られている間も、俗上門文,文化の時代と変わらぬ墳母が作られ、続けていた。一方、末期古墳が造営された地域の南にあたる宮城県中南部では、四世紀頃から七世紀にかけて、前方公園墳をはじめとする古墳が作られており、 噴長168メートルの雷神山古墳のような大きなイニシエもある。しかし、末期古墳が作られた宮城県北部の北、上川流域や狭間川流域では、古墳時代を通して前方公園墳などの、いわゆる古墳の造営は見られない。また、末期古墳の造営が始まったのは、古墳の造営が下火になる7世紀以降であり、これらのことから、 前方公園墳をはじめとする古墳の造営者と末期古墳の造営者が異なった社会集団に属していた子がわかる。ただし、5世紀後半から6世紀にかけての時期、北上川中流域に岩手県内で唯一の前方公園墳である角塚古墳が作られており、古墳を造営した集団と末期古墳を造営した集団との境界に断絶があっとも言い難い。 一方、日本海側においても、山形県内には少ないながらも、前方後円墳などの古墳が見られるが、古墳が見られない、秋田県内では、末期古墳が造影が見られる。形は、楕円形のものや方形に近いものも、少数見られるが、基本的に円形をしている。墳球の周囲には、周光があるのが基本である。墳球の規模は、 直径5メートルから10メートルのものがほとんどで、最大でも17メートル程度である。現在まで噴球が残っている例は少ないが、噴球が良好に残っている末期古墳の例から、噴球の高さは1メートル前後、高くても2メートル未満であったとされる。末期古墳の主体部は大きく分けて土壕に木管を直に葬るタイプのものと、 古墳の横穴式石室から派生したと考えられる、石室を備えたものとに分けられる。木管を直に葬るタイプの末期古墳は、末期古墳の分布地域全体で見られ、また、末期古墳の出現期から終末まで確認できる。当初は地表2種タイが作られた後に墳球が作られたが、発生期後半以降は、墳球が作られた後に、墳球から、 主体部を掘り込むような形で作られた。石室を備えたタイプは、7世紀末頃から9世紀にかけてきた上川流域のみで確認できる。末期古墳の石室は、古墳の横穴式石室から派生したと考えられるが、石室の規模から横から遺体を葬るのは困難で、遺体は石室の上から葬ったものと見られている。服装品については、 刀類などの武器や玉などの装飾品、またバグや、帯金具、素液などがある。服装品の質量とも、個人が使用していたと見られる範囲にとどまり、大量の豪華な品が服装されることはなかった。紛糾の規模に比較的差が少ない点などとともに、末期古墳を造営した集団は均質性が高く、格差が少なかったことがわかる。また、 末期古墳の副葬品は8世紀前半を境に変化が見られ、それ以前は関東地方など東国の影響が強いとされるバグやスエなどの副葬品が中心であったが、8世紀前半以降はわらび手刀や律令性の理解を示す帯金具などに変わった。また単語平古墳群や茂ゲ領古墳群、柏木東遺跡などからは和道海賃も発見された。 これらは、上作の整備などに伴い発展した交流や、調校などの結果、もたらされたものとの説がある。末期古墳は、前方後円墳など、古墳の築造が、下火となる7世紀以降に造営が開始され、古墳が作られなくなった8世紀後半以降も、盛んに作り続けられ、10世紀前半まで作られた。そして一部の例外はあるが、末期古墳が作られた地域では、 古墳の造影は見られない。また、末期古墳間の格差は小さく、大型前方公園墳を頂点とする歴然とした格差が見られる古墳とはその性格の意がある。つまり、末期古墳の造影は、日本各地で造影された古墳と異なる、社会集団によるものであり、絵図と呼ばれた人々によって作られたとされる。しかし、 俗上門文,文化で作られた墳墓とは異なり、墳丘や修行が存在し、そして石室を備えたタイプがあるなど、末期古墳は明らかに古墳文化の影響を受けている。また、古墳時代に広まったかまど付きの墨丸方形の縦穴式住居が、7世紀以降北上川流域で見られるようになり、8世紀以降、北東北全体や北海道にも広がっていくことなどからも、エゾ社会が、 大和王権そして本州との交流によって社会を変化させていったことがわかる。副装品の内容からも律令国家との交流が見られ、末期古墳はエゾ社会の独自性の現れであるとともに大和王権や律令王国家とエゾ社会の交流を示すものでもある。7世紀から10世紀にかけてのエゾ社会のあり方を示す貴重な遺跡として北海道のエベツ古墳群 青森県の赤坊古墳群、丹後平古墳群、岩手県の江釣子古墳群は国の史跡に指定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。